釣ってみせましょう。やべやべ、めっちゃいいシーバス釣れてるし、やべやべ、完全に出遅れました。完全に出遅れ、そっちも釣れてんな。いいな、いいな、釣れてんな。はい、今日は高尾、高尾さん、高尾丸、ビーケン、高須賀、ホタルイカパターンの残り丸。タイっぽくない、シーバス、シーバスだったらジグの方がいいよね。針大きくないとバレるもんね、すぐね。腹来てます？来てる来てる。超楽しいんだけど。いやいや、おめでとうございます。マジめっちゃ釣れんじゃん。いや、わからんもう終わりかな。いや、でもあるんだよな、朝朝ほんと朝人流ししか釣れんとか。あ、餌にしよう。ちょっとつけよう。ちょっとつけよう。よっしゃ、よっしゃ、オッケー、やりました、やりました。オッケー、メンタマ、メンタマやっぱ釣れんな。やっぱパープルなんだな。パープルのタイラオとか使ったことねえだろ。そうです。だろ、いいんだよ。来た、かかっとった。ああ、だからサボタラインがあったんだな。大事な、違うよ、フグだ。でっか、え、でっか、え、フグでっか、それバリボー、バリボーかな。いや、バリボーじゃないよ、マフグだよね。バリボーって言って、なんか水フグって言って、あ、シルしてる、水を吸ってこんな膨らむ。いや、釣れる釣れる、おるよね、いるよ、バリボー。そうではないけど、バリボーって言ってる、それ俺がバリボーって言ってるだけか。121でボタム6目7目じゃない、簡単で出てます。何グラムか。150、全然楽勝。足らんねえ。あの朝のあの感じやと、いや、もっとバタバタ来るかと思ったらな、一瞬で終わったぞ。どういうことか。よっしゃ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 。うわー、抜いたわ。今フォーリー当たったけどな。すげー鳥山なってんな。すぐそこめっちゃ鳥おるよな。いますね。え、そこから出ようやん。あれ鳥山、何あれ、イルカ、イルカなんか。あれ、まあタイには関係ないよ、イルカは。青物マって、うわ、あれイルカ、ほんとに。あれイルカ、マグロじゃねえ、マグロ。あれ、うん、来たか、おー、来た来た来た。もうあれだぜ、男ならまんじめしていけよ。いやいや、もうやめ、あれ、そう、ダメ、セオルセイの俺だけなんだよ。男ならまんじめ、ドラグっていう機能があるね、使えば。まんじめだろ、だドラグ締めるっていう機能があるだろ。いやいや、ドラグっていう機能があるから。まんじめっていう機能もあるから。ドラグってあるから。いや、まんじめだ。実はな、ちょっとジグセットしようみたいな。あ、はい、お、はい、いや、いいか、最高じゃねえか。春の越前、こんなもんじゃねえだろう。うわー、抜いた、うわー、抜いた、バレた。くそー、いかん、荷ばらしよ、もう今日。揺れてんな。いやいや、横のお兄ちゃんがジグにしよっかなーって。お、お、どうっすか。ジグにしよう。いや、全然ボタム、でもこれタイじゃないわ。タイじゃない、分からんけど。でも俺のジグのカラーもふざけてっからな。見たか、さっき持ってないからね。あんなから売ってねえからよ。フグじゃねえと思うんだよね。一回これ巻き終わったらあげてみます。来たか、来た、来た。美味しいショップとくんだ、大体そんなもんだ。なんやかね、ビーッシュだけどな。ビーッシュ、ビーッシュ、
カサゴカサゴ。うわ、でっかー、え、でっかー、やばー、やばー、やったー、ナイス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 ー。あった、え、アマダイ、アマダイ、アマダイ。なんすか、今日食べれるやつ。アマダイ、ファイヨー。ジグしてんな。どっちが釣りてんの、タイとシーバス。あ、じゃあジグの方が入れ食いと思ってきたのにな。うわー、またの行ったよ。今平らばだぜ。今フォールで当たったね、また。またカサゴじゃねえか。カサゴ全然引かねえ。カサゴ、どうも。コロンで上まで来て抵抗するけど、なんかちっちゃい台かも。本当にマンチメしててさ、ドラグが1ミリも出らんすぎて怖いんさ。ちょっとずつ緩めてるけど、まだ出ない。まあ、時だね。フグ、いや、上まで抵抗するフグか。いやいや、押します。やっと。やみー、シーバスだぜ。うー、嬉しい。オッケー、やったぜ。ジグでやっとったらよかったんちゃうか。もうあげちゃいましたよ。一番釣れそうなんだ。これだけ釣れてね。おお、来た。絶好調じゃないの。あ、タイっぽいね、それは。これはタイ。タイっぽいね。いい感じになってますね。いや、これだいぶレベル高いじゃん。あ、リーダーっています。でかいでかい、でかい。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと頑張って。そっち緩めて、ちょっと緩めて。ここが引っ張るからね、仕掛けが。そう。で、ねえ、よかった。あんなんがみんな釣れたらね、いいのに。ってか釣れるはずなんだけどね。持ってきたの？マジで？入れ食いじゃん。当たってます？まだ釣れる。先っちょに埋めてみしてる。なるほど。埋めてみしてる。何色っすか？何色？緑。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 ちっちゃいこと気にすんな。釣れるときなんか何でも釣れるんだから。ちっちゃいこと気にすんな。お前ら心弱えな。おい、ナイスー。すごいね。なんか調子いい。調子いいね。過去一で。だからバンバン糸が出だしたね。風もね、ダメだ、150じゃ戦えねえな。 200m ぐらい出ちゃった。今船どんぐらいで動きようと。打ち越えてんだ。来た、ジグか。お、来た、絶好調。やば、これもダメだね。やっぱボトム、いいね。いや、太いね。めっちゃ幅があるもん。またブレてんのか。あ、ここジグに耐えます。ブレてんだ。ヒロ兄さんは平らばだぜ、ずっと。まだまだ、あと80。何メーター向こうでかけたの。200か。お、出た、レンチャンじゃん。やっぱジグちゃん。おー、ナイスナイス。あ、シーバス？シーバスだ。シーバスもこんなになるんだ。そう、初めて見た。シーバスってこんなになるんや。ナイスナイス、おめでとうございます。
やばい、もう俺絶好調終わっちゃったよ。もう満足して終わっちゃった。大体良くないんだよ、朝一パーンって釣るとさ、あーもう釣れたーって満足しちゃうんだよ。浜重くしたら全然風止みやむじゃねえか、腹立つ。いやねえ、もう200なんかいらんもん、200にしたらもう最終だよ、こんなもんクソったれだよ。なんか釣れてないんだろうな、船がばらけたね、さっき固まったのにね。どうした、マジっすか、どうしたんすか、事故、確変、確変が出た、帰り事故気をつけてください。カサカサにナイスナイス、美味しいやつ。お、フォールか、フォールできました。シーバスじゃないですか、これはシーバスかな。まあまあ重さあるんすか。重い気がするっすけど、多分そんなないっす。抜いたの。ちょっと、あああハハ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 ハ。不思議よね、さっきのね、みたいに胃袋出してみたりさ、水面でエラーライしてみたり。あー、よかったナイスナイス、おめでとうございます。まさか平場でエラーライ見れるとはね。ちゃんと誘導してた。あー、してた。なかなかねえぜ。かっこよかったな。114で、1メーター、12メーター。いやもう俺欲かかんと、平場だけしよっかな。もういいよ、もう俺は何も考えずにこれ淡々と巻き続けることにしたから。下から 20m を淡々と巻く。お兄ちゃん今日釣り平場始めてらしい。そう、お、タイヤ連呼、あまだ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 、あ、おー浮いたかと思ったよ。おお、すごい幽霊。おお、びっくりした。なんか連チャン戦やん。なんか そう釣れてないわけじゃないけど、なんか釣れんと気になるよ。そうっすね。おお、なんか調子よくなってきたじゃん。ドラグはどうすか。出ません。おお、ほらほら、どうやって顔どうですか。ほらほら、なみたいな顔されたわ。しましたね。俺が回収してんの。お前も来た。おお、シーバス、シーバス。どうした、でっかくないそれ。何メーター。150。やば、多分そっちも絡んでるっぽいからさ、多分近づいてた方がかわしやすいから。俺もお祭りするぐらいのビッグファイトしてんだよ。ダメじゃねえか、またタコピックしたらぶっ飛び出すし。何メートルまで来た。オッケーオッケー。なんかね、すげえ糸の角度になってるよね。和風でもかけたって言いたくなるね。え、どこ、ヒレ出てる、全然見えないんだけど、どこにいんの。参戦したい、その何なのか議論に。何あれ、分かんないんだって、どこだよ。手上げて。どこ、あ、これシーバス。お、でかいでかい。お、スライダーシーバス。オッケーオッケー、おめでとう。あ、あれか、あれか、あれな、シーバスじゃん。いや、ま、もうちょっと、もうちょっと上がってるんですけど、荒かなって。まあ、二等剣ね。荒かと思う、めっちゃ美味しい。はい、ナイスー。ムニエルがめっちゃ美味しいぜ。シーバスは絶対ムニエル。やべえな、人にブレんなって言っておきながら、俺が一番ブレてる。もうタギ使ってやろっかな。
ちょマジ絶好調だよね。何なんすか。何なんすか。でもあるよねそういう時ね。不思議なんだよな。黄色使おう。黄色。しかも大体試合終わってんだよな。もう9時過ぎてるもんね。試合終わってんだよ。大体8時前だ。やっぱ黄色なんだよ。やっぱ黄色だろ。こんな黄色とかビビって使えねえだろ。釣れる気しねえだろ。あー見とけ。あ黄色の凄さを見せつけてやるよ。でも俺、まあ、もうちょっと向こうだけど、丹後の向こうでテレビロケしてて、黄色で87センチって言ったけどな。ここ飛ぶ4メートル。置き竿で。釣れた来てた。他の人が釣ったから、おーっつってよかったなって言ったら、俺の竿がガンガン曲がってた。1匹目が遠いなぁ。あっち来たろ。ね。僕の。フィアンセとかどこだろ。娘お父さんどんな気分。もう釣り仲間。あ、そう。いや、なんかちょっと羨ましいね。なんか。なんかすごい羨ましい。ね。10時5分。あ、もうラストだね。11時だもんね。やべえやべえ、いやてっぴくらい釣んねえって恥ずかしいぜ。朝だけちょっと頑張って終わりじゃねえか。今日も平場しかしてないですもんね。平場専門なんで、むしろそれしか使ってないぐらい出てるんですよ。だからそういうことなんだな。分かった。木彫り名所よ。もう 見とけ。俺らなんか、まあ、毎頭かよやろ。なんかだから釣れるって。そういうことだよ。前のお兄ちゃんもずっとジグしておろ。あだよう釣るさ。そういうことさ。まあでもイカぐらいはいいと思うよ、やってね。え、高尾くん、いや平場だけって言うからさ、イカメタルぐらいはあってもいいよねって。まあ道具用意してますから。ねえ、じゃあ同じ竿取りでできるもんね、全然。おタイじゃん。タイじゃん。メーターある。メーターある。やべえやべえ。いやいや、5キロぐらいのうっかりカサゴかもしれない。5キロぐらいの世界記録9倍。うん、そうだね、60ぐらいまではね。そうそうそう。いや、タイやと思うよ。おお、ナイスサイズ、ナイスサイズ。オッケー。ちょっとメーターねえな。惜しかったな。80ぐらいじゃねえか。言うな。分かってんだよ、そんぐらい。おカサゴじゃないですか。あうっかりか。うっかりだね。めっちゃうまいやつやん。美味しい美味しい。ちょっと大きすぎて煮付けできんな。刺身か。That's a fish! Fish! どうか？全く負けない。 215m 先。来た！よっしゃー。いや、これめっちゃ引くんだけど。てか全然遠すぎてよくわからん。出た、マジで。なんか死にバスの気がするな。ちなみに言うけど黄色だぜ。今日シーバス便ですよ。シーバス便。シーバスラバ。シーバスじゃないですよね。シーバラ。シーバラ。シーバラ。バカだね。こんなに巻いてないのにまだ140。いいよ。楽しみにしたら辛いね。これだったらぼちぼち戻りましょうか。そのまでに引っ越してもらったから。だからそう、誰か連鎖して、したら12時まで続けよ。250m ぐらい出せよ。そしたら1個あげるのにこんなになるから。これなんだこれ。あらあらじゃん。こんな悲観もタイだ。タイじゃねえだろ。だからめっちゃ強烈な重なる。ありえるな。5キロぐらいの重なる。何メートル息子くんは。150。ちょっと俺98。まだまだわあ嬉しい、最後に来てくれて。いやマジで何でもいいよ、もう最後釣れたら。
だって最初バタバタっとって最後だけっつったらめっちゃいい気分で帰れるじゃん。中間らしい。中間ゼロ。マジでゼロだったからね、中間。めっちゃ重たかろ。ちょっと早く変わってほしいな。じゃあ彼氏の、あ、彼女の、あ、じゃあ娘の彼氏は尿引いと。めちゃくちゃ重い。めちゃくちゃ重い。やばい。どういうこと？違うの？だからどうせ残り15ぐらいだったら変わるだけだもんね。そうそう、もう今何ぼ？今43。あ、じゃあいいか、もう時間あろうか。ちょっと待って、はい、じゃあセットしようね。こんな適当なやつおらんだろ。一番かけるとこと最後だけ楽しむ。あ、いいね、いいね、最高。見る途中が一番辛いもん。マジ重くて、シーバスでもないよね。カゴなんかない？こんな重たいカサゴ？いや、カサゴ、モンスター、うわ、やばー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 、冗談で言っとったら、やばー、なんこれ、やばー、これでかすぎじゃねー、やばー、やったぜ、黄色。でっか、ブラックボーやばいね、やったぜ。で、これじゃんけん大会しようか。みんな持ち帰りたいだろ。これやば、それはでかい。じゃあこれマックスクラッチじゃない？すごいね。こっちもナイス。やばー、でかっ、でかっ、いや、マジ超高級魚、こんなことある？こんなんつがいで。よし、じゃあちょっと彼女に一言。やったっす。はい、はい、じゃあこれ上がりましょうか。じゃあもうこれで、あ、じゃんけん大会。そうだね、これじゃんけん大会してあげて。はい、これで今日のね、はい、高尾さんの釣りは終了となりますんでね、港に帰りたいと思います。